天井ダウンタウンデラックス始まるよい大丈夫これやろう。見てくださいこの後ろ後ろ、あの今日からね、セットも新しくなってね、これはどっかで見たことあるセットだけどパクリだね。大丈夫かな、うん、タイガー今日もどうかどうして、はい、タイガーマス今日音楽ちっちゃいけど大丈夫ですかちょっともういいですかさあ行こうか行きましょう、うん、じゃあまずね、告知からだけしておきます。告知行こう。読んでみて。告知、ドルチェワンデラックスを見たで初めての方、2時間1000円です。安いよ。こんな店ありません。安いですね。おいや、今日ね、うちの新人とね、新人賞、ドルチェ内の新人賞を取った、いかあ、たくみです。ああ、こっち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 。今回新人賞を取らせていただきました。ありがとうございます。たくみです。な、入って何ヶ月？入って、2ヶ月ぐらいです。すごいね。すごいよ。今からだね。今から、はい、はい、でも男と女も3ヶ月で別れるっていうかさ、3ヶ月でやめんなよ。あ、わかりました。絶対、頑張れよ。頑張ります。応援してるから。応援してるからね。多分今日たくみちゃんにコメントもいっぱい。これたくみって来てるんですか。来てるよ。ありがとうございます。これたくみのこと知ってる人かなこれね。あ、どう。ちょっと分かんないですけど。いいわ。いいね。女性の。やめてあげて。やめるよ。もうそういうメンタル弱いんだから。そうですね。真面目だもんねたくみ。真面目。笑顔素敵。いいわ。そして今月ああ流しやないや、もう焼けてるからね、俺ほらフィリピン帰りでしょ。フィリピン帰り、地元帰りこれ。そして今月ね、なんかどう多分誕生日のあれ、まあ、全部忘れとったんですけど、この男誕生日になってるからね、ちょっと急遽来てくれたんだけどね、お願いします。誕生日なんで来てくださいほんと誕生日かおい12日ああ、はる春子は海明けだよ。海明けこのセットいいね。いいやん、これほら、ね、いや、もうこれがね、うん、じゃあこれ、あ、すごいですね。もうあるからね。ほんで、え、じゃあ俺もな、よし、じゃあジョージ・クルーニーです。うるさいわじゃあオーシャンズイレブン見てね、最近、うん、そう、オーシャンズイレブンってパート11のことかなって思ってたら、そうですよ、パート11じゃないんだね。11人でしょ。11人っていうことね。でもオーシャンズ12もあるでしょ。ある。でもオーシャンズ2とかそういうのないんだね。はい、ということでマサヤでーすじゃあ今日は あれですね。何、いや、なんか2人がもうね、うん、今日は代表格みたいな感じですもんね、うん、なんかさ、セット変わってさ、なんかえらい変わったじゃん、なんか、はい、ちょっと違うね、なんかね、はい、雰囲気ね。でも思いっきりバレたこと思う。何が違うじゃん、なんか座り位置もなんか違うやんか。はい、デラックスっぽいね。はい、なんかどうですか視聴者の皆さん、これ面白い。いいね。俺らはね、コメントに答えていくからね。そう、うん、コメントは無視しないでいこう。
コメントに答えるコーナーを作ろう。うん、今から。今日いいね。今日なんかいいね。ありがとう。二日酔いじゃないね。二日酔いじゃない。昨日飲んだけどね。あ、珍しい。7時ぐらいまで。ね、チャーハン食べて。なるほどな。そう。え、伊藤さんはどういう誕生日にしたんですか。普通です。うわ、暗い。いいんだよ。伊藤はいいんだよ。暗。誕生日ね。な、誕生日。あんまり告知したらさ、ほら、もうすごいことになるからさ、やっぱ控えめに今言ってんじゃない。うん。あ、多分そうやぜ。まっちゃんとあまちゃんおらんだけん、その通りや。ねえ、水を前で、で、見たいですね。はい、でも本当ね、ほら、ダウンタウンデラックスってあるけど、まあ、あれパクるのだけはやめよう。パクっとは、パクるのだけはもうやめよう。まあ、ハガキ、今日も来てるけどね。今日も5枚。今日も5枚。全然増えんもん。でもこれはもうパークリーじゃないっていうところね。じゃあ行こうか、はい、じゃあハガキ、はい、視聴者見たー。今日音楽もないのかな。今日音楽出してほしかった。もう一回言うてば、今日はよーし、もう一回行きます。もう一回行って、ちょっと視聴者、あ、ちっちゃっ。OK、よっしゃ、見た、今日も来てるよ、5枚。来てる。人気あるな。あるもう、ノリノリで行こう。音楽上げ上げでお願いします。じゃあ行こうよ、じゃあ来てるよ、来てるね。あ、来てるよ。うわ、人気あるね。じゃあ、先日とある体育館で匠らしき人がトランポリンで楽しそうに跳ねて回っていましたが、あれは本人なのでしょうか。ペンネームレイチェル様より来てます。そうですね、ほら、あれは僕です。体育館で、どこの体育館で。豊島区。ああ、なるほど、ね、体育館で、はい、あれね、プール近いね。近いです。豊島園でしょ。これ本当にトランポリンで楽しそうに羽を回ってたの。ああ、そうです、はい。すごい、すごいよ、こいつ。体操やってたんで。うん、あ、体操やってたん、はい、今もちょっと運動がてらに。弾丸ジャッキー、弾丸ジャッキーじゃない、選手の携帯の何。何年してたの。小学校から16年ぐらいですね。すごい、すごいですね。今はちょっとダイエットというか、すごい、だから、あ、なんかいい体してるやん。ちょっと座って。今日ですか。プロテイン飲んでる。いや、プロテインは飲んでないですね。じゃあもうバック回れるの。回れます、はい。へぇ、女も回して。女は、あんだ。そうですね。え、そうなんや。たくみくん何歳って。あ、僕28です、ね。いやー、28。あ、そうや、28っぽい顔しとるわ。今年9です。うわー、いい。おめでとう。誕生日いつ。誕生日は12月24日。まだまだだな。クリスマスや、はい。伊藤さんは体操とかしたことあるんですか。体操ないですね。ふら体操しないよ、伊藤ちゃんしないもんな。もしてて欲しかった。伊藤はもうバースデーイベントしかしないから。そう、12日にちょいちょい入れてきました。12日、はい、もう告知したから帰っていいですか。なんでやねん。あれね、そうそう言ってますけども。あ、なんか、そうそう、なんかいけますよ、これ、なんかいけますよ。あ、そうや、そういえば先月のナンバーワンの発表しなきゃね。そう、いつも通り。まあ今日は来てないけどね。え、ナンバーワン来てないけど、ね、いや、ナンバーワンうちは絶対来るようになった。うん、でも遅れ、じゃあちょっとコメントで誰がナンバーワンかちょっとそう予想して聞いてみよう。誰と思う。おお、早いな。ちょっと待ってよ。悪口です。あ、スグロ王子ね。ナンバーワンは安定のスグロ王子。先々月もさ、ナンバーワンだったからね。だから、ウイツーっすよ。スグルさんだったらね。うん、そう。もしくはミサワ。あるかも。レイジ。あ、なるほどね。いや、でも、
来るのかな。いや、ナンバーワン来るよ。ほんと？ナンバーワンもういますからね、もう。言ってもどうかな。いや、いるよ。それはいるとか、いつものことだから。ああ、そうだね。ほんと。このまま出さへんて。キャッシャーの人、面白い人やね、これ。じゃあ。来るよ、来るよ。よし、じゃあ発表しよう。じゃあ、先月のナンバーワン。すぐる代表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 すごくないですか。何がですか。あ、すごっ。デラックスな。すごっ。いやー、いやー、おめでとう。スイーツどうですか。はい、ナンバーワンになった気分は。いや、嬉しいですけど、これ、このバックにびっくりしてる。見えてるやん、もう。なんで今見えてるの。そういうパスタだね。CG じゃないからね。CG じゃないよ、絶対。CG なんかじゃない。いやー、すごい豪華ですね、セットが。日テレ舐めんなよ、ほんと。日テレ半端、日テレでしたっけ、あれ。日テレだよ、ほんと。CG じゃないんだって。かっこいい。いやー、やっぱね。サマーニットなんで、まだ今でも着れますよって言ったら、めっちゃ汗だくです。鳴らすの忘れた。あれよ。おめでとう。ありがとうございます。でも、ドルチェは V3 はまだいないからね。今月頑張ってね。お願いしますよ。ああ、そうそうそう。じゃあ、スル代表代行からちょっと一言。何ですか。ちょっとお願いしようか。何のお願いですか。なんか。はい。何ですか。ハイコーナー、ハイコーナーじゃないですか。ハイコーナーもう、なんか来てるけどね。ハイ来てるですよね。来てる。いや、でもね、やっぱりハガキ行っちゃったもいいじゃないですか。ハガキ、はい、あ、そっか。お、謙虚やな、今日は。謙虚ですね。謙虚ね。いつも謙虚ですよ。おー、ナンバーワンを目立っていいんだよ。俺のこと嫌いってよ、お前。ハガキはへこむわ。そう、日テレ来てるんですよ、今。そうよ。どうしてもって言うんだよ。みんなね、オレンジジュース飲んでんだよ。そう、このオレンジジュースがめっちゃうまいのよ。飲んでないでしょ。前ね、どっかの宗教団体とね、同じ味。同じ味やけど。いやー、生はいいっすね。生はいいね。だから V3。ハガキある。じゃあハガキ行こう。ハガキ行こう。生は何しよう。何？あー、あったあった。行くぞ。じゃあ、この前、新大久保のドン・キホーテでマサヤさんを見ました。何かキョロキョロして怪しかったです。ペンネームホスト大好きさんより。で、ドン・キホーテ、ドン・キホーテ、エッチな、ね、エッチなコーナーいこうかな。あるね。あるでしょ。入ったことあります。あるある。あります。ドン・キホーテにエッチコーナーみたいな。まずチンコ隠せ。生殖系ちゃうわ。どうです、ちょっと、ちょっとこう、洗剤を買いに行こうと思ったら、あ、洗剤や、チラッと見えて行ってしまった。それは行ってるかな。行こうと思ったけど、やっぱり新大久保なんで誰が見てるか分からないじゃないですか。あ、だからちょっと欲求不満のまま帰ったっていう。わあ、そりゃ大変やぞ。おい、あれでしょ、そういう時ってあるよ。その時はどうするんですか。欲求不満で。海老蔵がそういうこと言うとめちゃくちゃ変わるけど、新宿より品揃え方。どん、なんすか、溜まったら、どんな感じなんすか。溜まったら、溜まったらまずシャワー浴びるよね。うん、手を綺麗にして。うん、そう、一回綺麗にしてから。へぇ、あれもすか、真っ裸になるよね、家帰ってね。冷蔵して全部して。この話広げなくていいと思う。広げなくていいと思う。携帯をずっと見てね。ただね、伊蔵さんがさっきからすごい静かなんですよ。じゃあもう伊蔵さんはずっとこなんです、いつも。伊蔵は不機嫌なわけじゃないよね。バースデーの告知したら、はいはい、もうしたからもうあれやもんね。いや、お役ごめん。そうそうそう、もうそれが言いたかったやもんね、うん。じゃあこれ見てる人で、伊蔵ちゃんのバースデー来てくれる人見たいね。誰かちょっと12日ですね。はい、12日、盛大に、うん、やりたいですよ。ああ、伊蔵っていう字ひどくないよ。ゴロリアン、うわ、ほら、ゴロリアン知ってるっていうことはもうだいぶ見てくれてる人だね。ゴロリアンって何。ゴロリアン、ゴロリアンってラーメン二郎の、うん、ジロリアンを。ああ、そうそうそう、ゴロリアンなんだ。あ、野口五郎に似てるから。もじられて。誰が野口五郎に似てるんですか。ゴロリアン感ないねって。
いやでもちょっと、もう一枚来とんじゃうそら来てるよそら。じゃあその前に一旦CM行こう。よし、じゃあお願いします。お前のことが好きやけん、ずっと一緒にいるさ。陶芸と書いてマジなんだよ。お前の太陽に俺はなりたい。ダメかな、誰の女にもなるな。俺の女になる。プロポーズされたいならソウル。レイさんは本当いつもかっこいいな。当たり前でしょ、私はここに通ってるのはレイがいつもかっこいいのは俺じゃない、俺のお姫様。やめられない、止まらない。BS グループ何したいっすか。夏はやっぱ海でしょ。海で、あ、海、じゃあお前は。俺も海だね。海やな。うん、俺も海ですね。海な、僕は海です。お、どうです。プール、プールかい。マジかね。プールかい。ドルチェの CM 作らないのって来てます。作ります。作ります。いろいろ話が来てるんですけど、作りたいですよね。俺ら凝るからね。だこれを見てね、あの来てくれる人が増えれば、そうやな、 CM ももう 会長の方から OK が出るんじゃないかなと。じゃあ今日さ、あの合言葉決めようよ。何番 CM 見たいね、いきます。いいんじゃないかな。滑ってるんじゃないかな。 CM ちょっとね、今日のね、合言葉をね決めてほしいんだけど、なんかお、シャンパンコールも面白かったし。絶対面白いって。シャンパンコール面白いってことはお店に来たことあるってことですかね。そう、そういうことやね。たぶん見に来たかったよね。うん、今日の合言葉はね、何にします、何する。これ合言葉知ってるっていうことだから、見てくれたっていうことだろうね。うん、そうやね。うん、エビ様がちょっとやっぱ、ですか。うん、エビさんはどうですか。じゃあ、いいですか。いいよ。今日の合言葉は、合言葉は、あれですよ。決まってないんだよ。決まってなかった。あれ、欲求不満。母ちゃん、私欲求不満ですって言ったら喜んで、喜んでって言って、行こうよ。それ行こう。いや、やっぱ欲求不満なんですでいいやん。ちょっと軽く出しながら。いいね、いいやん、いいやん。言いにくいわ。間違いないよ。間違いないよ。いや、いいやん。余計の余計ファンなんですって言って。かなりのサービスしないと多分言ってくれないよ。そしたらもう、ガッて揉んでやるからな。ガッもう何もなったか。潰れてる、潰れてる。水拳のくるみが悪い。それで、アメトークゲームアメトークのやつね。アメトークのやつ。何言います、ほんまに。欲求不満でいいですか。うるさいわ。欲求不満、欲求不満でいいよ。欲求不満でいいよ。みんな欲求不満や。じゃあ、元気よく言ってください。元気よく言って欲求不満ですと。じゃあもう、ボトル、あそこに入れちゃう。いいやん、いいやん、もう面白いから OK。 俺はもう OK だ。ちょ、来て、お願いから来て。じゃあこの人来てほしいよ、来てくれよ。じゃあ、ほんとこの人、自動的に宣言できる。もう来てくれるよ、絶対。うん、ほら、ほら、叫んでよ。おい、おい、レビゾーの下ネタ殴ってダメだ。やめろ、痛い。もう今日ね、ズレ抜けが多すぎて。もうな、もうなんなら下ネタ全部 OK でいいんじゃないですか。下ネタ全部 OK。 来た時に、何人にいきなり下ネタ言ったらもう OK。 ズル向けでも何でもいいよ。ズル向けも OK。
最後マサヤでも OK。 なんでもいいよ。マサヤでも OK。 なんでもいいよ。でもちょっと卑猥なこと言ってもらえんとちょっと安くならないから。やっぱね、でもね、下ネタはやっぱり盛り上がるね、これ盛り上がるよ。すごいもん。すごい、なんか下ネタ言ってるすごい。ああ、いいよいいよ、今日の言葉はズル向けや。ズル向け、ズル向けね。あの、酔ってない時に言ってくれるのがちょっとね、いいからね。酔って言うのよりね、あれ、酔ってるコード好きですか。いや、酔ってる時に言われてもダメじゃん。やっぱ酔ってない時になんか、あ、言われたい、言われたいやん、なんか、なるね。いいね、NG コメント、NG コメントもできてよ、できてよ。 OK よ。なんで下ネタに混ざらないの。止めろとか混ざれとかどっち。でも CM 中にすぐるさんが下ネタ話しようぜって言ったんやけど。言ってねえわ。グッとくるよね。どういうことや。もうないの、長き。長きないよ。え、12日は12日は何なの。12日はあのー、あれや、ゾウさん、スペシャルバースデーイベントよ。ゾウさん元気出るね。めっちゃ怖い。ゾウはもういればいいんだよ、いればいいんだよ。触れちゃダメ、あれもう。あれすごいダメなんだから。大人の発想系ね。こういうとこでダメなんだから。こういうとこでは店でしか喋んないんだから。ギャップ半端ないんだから、あいつは本当。タクミとかね。タクミもバンバン、ほら、自分、あの、言ってくよ、お前、ほら。行け行け。タクミなんかないの。うん、LINE ちょうだいでも何でもいいよ。うん、今日ね、ハガキね、何もないからちょっと、うん、あの、質問してきて。たくみは今日初めて。あ、そうです、初めて。もう初、初新人賞だったんで。あ、そうか、新人賞。それは発表したの。したした、それした。なぜ新人賞なのって。頑張ってるからや。だって新人賞の意味が分かってない。達成したからだよ、売り上げ達成したから。これ生エビに会いたいだって。そう、会いに来てよ。うん、ほんと真ん中かっこいい。真ん中かっこいいっていう人は多分まだ生で見たことない人やろな。あ、じゃあもう見に来てもらわないとね。うん、生を。すぐるさんよく写真より実物がいいって言われるもんね。そうっすかね。写真がいい。わかんないっす。絶対実物がいいやろ。いい匂いするし。うん、もうほんまちょっとエレベーター乗っとったらええ匂いするんですよ。そうそうそう、わかりますこれ。わかるわかる。あ、来たっていう。わかります、わかるわかる。一緒だね。いい匂いなんで。同じ香水つけようと思ったのに香水じゃないんだって。たくみ、たくみは前何してたのって。前ですか。前はローソンですね。ローソン。あれがローソンじゃないから。あれがローソンですよ。ローソンじゃないから。ローソン。え、何してたの前は。ですか。あ、前はスポーツのインストラクター。あ、うわー、似合うわ。体操してたの。そうそう、もうその話したけどね。体操してたけどね。うん、こういうのできる。あ、できます、はい。そう、すごい力が。弾丸ジョッキーみたいな。弾丸ジャッキー。弾丸ジョッキー。弾丸ジャッキー。弾丸ジャッキー。弾丸ジョッキーだよ。いいね。あ、内村航平。多分、絶対内村航平。内村の方ね。うちゃなんちゃんの方ね。うちゃなんちゃん。うちゃんの方。うちゃんの後編ね。スクルはズル向けだよ。ハセじゃねえよ。ズル向け。大空翼に似てるって。あ、似てるね。確認情報で。やめとけ。もうお前ね、下ネタやったらこんなに来るね。下ネタで30分持たすごいな。そうや、余裕や。めちゃくちゃ多いやん。でもみんな好きなんですね、下ネタ。そうよ、うん、まあ乗りやすいっちゃ乗りやすいっすね。おい、荒れろ荒れろ。どんどん来い、どんどん。怖い怖い怖い。明日は吐きそうだから、すぐも下で行きましょう。どういうこと。ひどいな。どういうこと。出したのかお前。映像消しゴムに似てる。誰かじゃ。筋肉マン消しゴム。筋肉マン消しゴム。いいわ。コメント面白いですね。面白いよ。だって 俺らなんかさ、喋れないんだからコメント頼りだからね。いやいや、計画しとくよ。計画ね。計画ねえとくよ。話したと。ちょっと時間足んなかったね。あ、そうですね。時間がな。次はもう、じゃあもう、じゃあハガキが今日来てないのよ。あら、
2枚しか、いつもは5枚くんだけどさ、みんなが送ってくれないからですよね。そうそう、でもあのあれやぜ、月の初めのデラックスはナンバーワンの紹介やからね。何ですか。そうよ、じゃあもうやめてよ、3V3 とかまたお前やから。いや俺どっちにしろ毎月初め俺なんでね。どっちにしろ、まあそうだけど、でも V3 撮ってほしいですよね。まだいないからね。 V3 っていう仮面ライダーいたじゃん、はい、そのお面をかぶってもらえばいいですね。じゃあそういうことや。そうあれあれ来て全部もう V3。 あーそうしたよ。知らない。仮面ライダーアマゾン。ほらいいやん。いやー V3 になってほしい。あら、すぐる5351来てるの。あ、そうですね、今日も531です。おお、全身531。すごいやん、いろいろ知ってるね、この人。ブログに書いてるんですよ、ちょっと。へぇー、この服が好きだって。知ってます、最後のすぐるさんの指名見てないでしょ。何を。もうそれ言わなくていいよ、さよならみたいな。あ、ブログ何や。最高。面白いの書いてる。面白い。何。いや、俺がもう毎回見てる。それは見てください。ブログ読んで、最後に書いてる。そう。すぐるさんヒーローになるのって言ってる。ヒーローになる。どういうことヒーローになる。え、ヒーロー、ヒーローになる。 V3 になるのっていうことやろ。はい。俺飛んでねえ。隣にいるけど。じゃあちょっとあのやってみますよ。え、あれ変身。変身ですね。アマゾン。アマゾンはいいよ。島村がお似合い。でもさ、おい今月はちょっと V3 だ、危ないよ。何ですか。なんてことだ。何ですか。忘れんじゃん。おい。これはちょっとね、俺も見物やもん。いや怖いですよ、もう怖いですよ、もうな。いや、見よ。あと1分やぜ。何があった、何があった。ちょっと言っとかんと、ほらほら、あと1分よ。なんか、そんなこと言ってナンバー2でも3でもなかったら恥でしょ。ああ余裕がある。かっこいい。今のかっこいい。ナンバー10には入ります。おお。じゃあ今日の合言葉は卑猥な言葉やろ。下ネタ全開でお願いします。そう、ちょ、ほんと、本当お願いします。俺、あ、ここにいるみんなに LINE したら絶対返すから、みんな LINE、なんか、なんでもいいから。あ、そうですね。 なんか LINE ちょうだいね、みんな。お願いします。あ、じゃあ来週もあるよね、ドルチェ&デラックス。来週は見てね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。